はようございます。今日は私の家から見える真ん前にある押切神社の千住銀杏の前からお伝えいたします。今日は10月は25日、バイリンガル YouTuber の高野が皆様に健康上とても大切なお話をさせていただきます。はい、先週今週2週間はですね、健康をテーマにしてますが、この10月にですね、私が出しましたこの本、金に狂った医療業界という本ですが、この本は今の日本のですね、国民皆保険というとても素晴らしい施策をですね、逆利用してですね、国民皆保険の制度を食い物にしている開業医がいます。開業医がいます。それがためにですね、日本の国家予算のですね、3、4割が医療費にもぎ取られています。なぜかというとですね、不正請求です。10ぐらいしか薬を出し、10ぐらいしか患者さんを世話してないのに、20、30、50、5倍とか10倍の薬を出してですね、見てもいない診療をですね、やったかのように国に請求してですね、請求しただけがっぽりもらってですね、大儲けしてる開業医がいるんです。開業医がいるんです。それが膨らんで膨らんでですね、特に薬をですね、2倍量、3倍量、5倍量、ひどい場合は10倍量ぐらい出す医者がいますから、そっくりそれでお金を稼いでですね、4、5年で大金持ちになっている開業医がいるんですよ。なぜ私がそれを知ってるかというと、私は30年間ですね、医療業界にいました。ゼネカとかファイザーとかグラクソとかノバルティスとか、そういう超大手の国際企業3社経験してます。シニアマネージャーやりました。精通してます。だから私はですね、もう定年後にこの日本のですね、医療業界を少しでも良くしようと思ってですね、一肌脱ごうと思ってます。そしてこういうですね、スピリチュアルスポットを訪ねては皆様にお伝えしてるんですが、はい、金に狂った医療業界、医療業界を改革するにはですね、一般市民がしっかりその現実を直視してですね、一般市民が声を上げなければ国政は変えようがありませんから、一般市民に私はですね、この現実を唱えてですね、皆様に勉強してもらいたいと思ってます。そうすればですね、一般市民の声が一番強いんですから、遠からず国政に影響を与えていくと思います。私はですね、なんで医療業界の改革を願うかというと、私はですね、もう超貧乏の家に生まれて、大学なんか行けるような家庭ではなかったですが、素晴らしい人に恵まれてですね、大学の4年生の時とですね、大学院の2年間、都合3年間ですね、お医者さんの開業医ですが、お抱え家庭教師でですね、しっかりお金をいただいてですね、大学院まで出していただきました。今もありますからですね、そこの委員長先生聞いたらぎょっとするんでしょうが、杉並のですね、松庵ってところにある石田外科ですね、まさに石田三成の直系の家です。石田三成ですよ。徳川家康と天下を分け合った大将です。もしかしたら石田三成が日本のトップを取ったかもしれません。その直系の家でですね、石田外科で3年間お世話になりました。この息子さんを高校大学と私が助けてですね、入れてあげたんですが、そこのですね、先生なんかを見ていますと、全く不正をしない、本当に武士道の家だなと思うような、今もあります開業医です。その生き方をですね、3年間見させていただきましたが、素晴らしいお医者さんです。
素晴らしいお医者さんです。ネットで調べると出てきますから、石田外科って見たらいいんです。そういうお医者さんもいるんです。日本には大多数いるんです。一般の勤務医はですね、皆さんご存じないかもしれませんが、一流企業と同じぐらいの給料です。東京医科歯科大学とかですね、あるいは都立広尾病院とか都立僕と江原病院全部担当しましたから知ってますが、そういうところの先生はですね、普通の NEC とかそういう会社のですねと同じぐらいの給料です。それでもしっかり不正をせずですね、頑張ってらっしゃる。そういう本当に尊敬できるお医者さんがいるということはですね、裏でろくでもない稼ぎ、ガッポガッポ裏で悪いことをやって稼いでる医者をですね、追放しなければならない。私はそのためにですね、日本のそういう人たちを守ってる医師会に対してですね、少しでも影響を与えていきたいと思います。はい、今日もお聞きいただいてありがとうございました。